ダリル、スクラッチよ。よろしくなんだか、ベットベトだな。ぶっとちょうだいおい、こらパパ、自分と違う相手を恐れるなっていつも言ってるじゃない。コストだけは違うのいや、違わない。それじゃあ、これからは、もはや生きてない人って呼ぶとしよう。うん。我が家へようこそ。いや、君の家か。つまり、我らの家だ。<laughs> いや、混乱するな。こういうの、あんまり慣れてなくて。ママも。 それよりもまずゴーストのことを聞いてなかったから不動産会社にお金を返してもらわなきゃはあお前ら一体全体どうなってるんだスクラッチ喜んでるみたい。